帰んないよ。帰んないの今日。帰んないからお肉食ったじゃん。ちゃんになんて言ったの？クミちゃんになんて言ったの？ただ今入院してるだけですって。明日休みかもいいですって。で、状況が進展したらまた報告します。陣痛の時間がなんか普通にネットで調べるより全然短い。短いね。なんか私が痛みと感じてないだけか。5分になった。もう痛いときに。お芝居痛い。いい時に目つぶっちゃダメなの。暑くない？それつけてる。最初新品だからこれ行くね。ごめん。内心入れられたから痛かった。痛い時にやったから。
どうしようかなと思う。ご主人様ね、一緒に。ちょっと荷物乗せるワゴンもできますね。はい。
すごいですよ。すごく上手。ねえ。
の街から抜けるといいよね。先生、かなり目を引き出してくるよ。あ、そうですか。早く行った方がいいと思うよ。待ってます、待ってます、大丈夫、大丈夫。中切れてないところ、大丈夫。痛いよー。痛いよー。痛いよー。もう生まれる、もう生まれるから大丈夫。はい、もう生まれるよ。はい。力入れたら、ふーっと力入れます。うん。今力入れてて、足の付け根抜けて。はい、もうね、頭半分ぐらい出てきた。ね、いけるでしょ、これで。うん。いや、力抜いて、頭置いて。はい、そう。はい、うん。頭がね、お顔が出たよ。はい、立派立派。でも今度肩がね、肩が出るからね。よいしょ。はい、頑張って下に下げて。うん、そのまま下げていってごらん、下げていってごらん、そうそうそう、ちょっと向き曲げていい、そのまま下げて、そのまま下げていい、そのまま下げていいよ、うん、ね、ちょっとあれだったんだよね、はい、うん、見えるかな、目を開けてごらん、お顔が見えるはぁじゃない、びっくりしちゃった、赤ちゃんびっくりしちゃった、はい、それは、はい、よいしょ、もうそれ、はい、はい、おめでとうございます、だったね、よかったね、頑張りましたね、出てて、お顔隠してる、まぶしい、ねえ、はい、ママよって、よろしくねって、ちっちゃい、なかなか立派だよ、この子立派ね、大事かったりしますね、はい、じゃあパパはそのままそこにいて、赤ちゃん取ってあげてください、はい